明日十一月一日から大手銀行三行が住宅ローンの金利を過去最低水準に引き下げます。三菱東京 UFJ 銀行と三井住友銀行は主力の固定期間十年の最優遇金利を零点一五パーセント引き下げ、年一点一零パーセントの過去最低水準にします。リソナ銀行も零点零五パーセント引き下げ。 1> 年1.10%と過去最低です。一方、みずほ銀行と三井住友信託銀行は今月の水準を据え置きました。長期金利の指標となる新規に発行された償還期間10年の国債の利回りが低水準で推移しているためです。